始まりましたけど、もう始まってるよ。ずっとそのノリなんです。始まってません。本当に早く始めろ始めろって、この3人の子供たちがうるさかったです。一番ガキみてえなやつが何だ。そうだよ。ボコボコにすんじゃん。ボドゲで怖いな。今日もボコボコにしてやる。いやいやいや、負けるわけないやん、ボドゲで。なんでそんな自信あんだよ。みなげる自信。根拠はないけどみなげる自信。やったことねえだろ。おいおい、ちょっと待つかい。真央、私をデビさんみたいなぬいぐるみにすんな。ポジションがぬいぐるみじゃねえか。いやかわいいな。角が生えてるからって言ってさ。おい、違うな。いや、その着ぐるみみたいなの着たら、まあそこなんかなと思って、その衣装にした時に行きましたけどね。なんで真央より実践だよ。ちっちゃくてかわいいね。うわー、今日は角当ててやる。その格好あれ作りやすい。これ寝巻きだからそんなことないよ。最近寒いからね。首元だけでしょ、その服。そうだよ、下は着てないからね。今日見えないから暑いよ。そう。え、端に映ってないから。配信に映ってないから熱いよ、それ。え？自己紹介とかする？あ、しようか。自己紹介するんですか？じゃあ、しようか。なんか空気悪かったから、自己紹介する？いる？空気の入れ替えね。ちなみに、音量バランス大丈夫そう、みんな。誰かの声小さいとかね。大丈夫？割とアップダウン激しい方ですけど、大丈夫ですか？そうだよ。気持ち…いや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 、黙れ。うるさいやついんだけど、ほんとは。ほんと。あー、ちょっと…めちゃめちゃだけあげようね。すいません。なんか運転を見るやつじゃんね、これ。運転しろよって言われて。ああ、そうでした。じゃあ、ちゃんとあの仕事としてやっていただきますね。すいません、本当に。はい、ちょっと開けたんですけど、確認してもらえればなと思いますよ、リスナーの皆さん。あの、デビちゃんの声あげたんですけども。この僕の声は、シアですかね。デビちゃんがもうちょっと大きく喋ってくれると。僕たちの半分ぐらいにしか聞こえないって。うん。なあ、俺一緒。これ割ともう最大ポジなんですけど。今さ、パソコン壊れてノートパソコンでやってるからさ。もうじゃあ、これならと。山から拾ってきた。あ、なんかうるさくなったな。じゃあ若干よく聞こえるようになった気がする。しよしよけど、まだ小さい気がする。まだ小さいね。まだ小さいか、どうしようね。普通に通話として聞いてても、僕マックスの音してるけど、うん、私そんなことないけどね。 124% だよ。僕200にしてるけど。僕もね、もう200だけど。デビ様、私は聞こえてますよ。デビ様、お前やるじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。声張ってくださいよ。いや、あげたんだけど、お前どう。あ、うるさいね。結構近いよ。結構近いよ。近い、うん、いいよ。息かかったぐらいがちょうどいいよ。うん、じゃあこれぐらいで大丈夫ですかね。大丈夫そうですね。おいしょ。なーい。ということで、何やる今日は。だって紹介してこのゲーム。わかんわかんわ。そうだよ。え、レッツ、あ、そうか、レッツパーティー。イエーイ。違うだろ。レッツプレイオインクゲームスをやるんだ。レッツプレイ。なんかボードゲームがいっぱい入ってんでしょ。そう、なんかいろんなもの、ボードゲームが、まあ、うん、スイッチ上で遊べますよってやつでございます。え、どれがおすすめなの？どれ？確かに私どれもやったことないんですよね。海底探索、エセ芸術家ニューヨークへ行くとか、そのあたりとかは、うん、前少しだけやったことあるんですけど、割と楽しかったです。経験者。僕も海底探索はやった気がする。じゃあ探検だった。やったことあるやつやってみる。とりあえず手慣らしにやってみるか。ちょっとおぼろげな記憶ですけども。僕私も覚えてないけど。ないけどね。おぼろげ記憶。一応遊び方見とくか。
そうね、必要っていうか遊び方見てると絶対わかんないぞ。イントロ僕たち教えられるほどわかってない。再生された、再生された、再生、自分で遊び方見るのか。ダイスを振って駒を進め、遺跡に深く潜るほど価値のある、何？あのこんなんやったことなかったわ。嘘つくんじゃねえ、嘘つくんじゃねえよ。何やったんだっけ俺、理解そんなんだけどな。ちなみに今見てるんだけど全くもって理解が、でもね、なんかちょろってやったことあるからなんとなく分かれてるんだよね。スゴロクで進んでいって資源をゲットして帰らなきゃいけないっていうゲームです。ああ、途中で酸素が尽きてしまったりとかいろいろある、うんうんうん、帰り道はいつかやってみたら分かると思う。あ、なるほどね。通信が発信した。あー、ゴミ会社、ちょっと、あ、いなくなった。そんなこと言わないであげてよ。だって事実だもん。心はハートにはできてんのよ。あ、そっか、こっちは競争なの。あー、すごい、忘れかけてる。忘れかけるよ。忘れかける。だいぶ扱いが雑な。もういい、始めて。じゃあ一回やってみましょう。あ、いた。じゃあゲーム開始ね。入ってきた、入ってきたね。開始ー、あーしー。お、私が一番上の、このなんか点が書いてあるんですけど、これが得点になるんで、深いとこに行けば行くほどより点が高くなるみたいなことですね。駒置いた、駒置いた、来たみんな。私黄色、ヨルミ黄色、僕は赤。いや、僕は潜るよ。あ、なんか、おい、どこだ、悪魔の筋だね。え、なんで先行くの？一緒に行こうよ。拾おう、拾おう。拾うとその足場がなくなります。いただき。じゃあ僕も潜る？デイ！おぉ、出た、僕の牛拾えた。うん、5、拾う。これは拾った方がいいんだよね。帰らなきゃいけないんで、なんで帰るのが苦手なんだったっけな、忘れちゃったな。潜る、僕最後なんだ。4、1引かれるとかだったっけ。順番じゃん、っていうことは僕 3？ お前3だし、俺3。いや、わかんない、10出すかもしれない。いくぞ。0。はい、おお、お前おー、やったー。なんだ、楽しいスチューム。幸先がいいな。道を開けてくれてありがとう。あ、そうか、飛び越えていくのか。うん、先へ行く、先へ。でも私、めっちゃ有利かも。空気、あ、空気は減った。あれがなくなると帰れなくなるんだった。おやー、さらに潜っちゃおう。あんまりだな、でも拾うか。前に人間がいればいるほど有利ってことだな。これ協力？じゃあ私結構有利じゃん。ということですね。空気死後減っちゃったよ。めっちゃ減った。もう死ぬよ、窒息で。いや、そんなだろ。そんなまで言われだろ。よし。めっちゃ吸っとくわ、僕が。消費しとく。やめろ。やめしろ。殺し。殺し。やめしろ。殺し、殺し。なんでだよ、仲間だから。おい、何、どうしてんだ。一応順位あるんでね。あ、僕か、マジか。うん、拾う、拾うの、シェリーさん拾う、拾う。これ拾えば拾うほどいいってこと。あなたの番です。でも帰れなくなるようなギミックがなんかあった気がするんだけどな。何だったっけな。なさらに潜る。おやお、いいよ。え、4、上さん、あ、5。あ、宝を拾えば拾うほど大地面から引かなきゃいけなくなるらしいよ。あ、だからデビさんで言ったら3を引かれるから4以上出さないと1マスも移動できないんですね。なるほどね。これ帰るタイミングめちゃめちゃ大事なんじゃない、もしかして。せーの、はい、0。うわ、行くね。おー、使いよー。もうダメよ。もう帰れないんじゃない。ここで全員引き返したらもう帰れない気は。いける、まだまだいける。何が酔ってんの、酔ってんだ。シェリー死ぬぐらいだったら酔れ。いえ、無鉄砲が
ほらデミちゃん、ほら先行くよ。ほらデミちゃんは先行くよ。知らねえぞ、死ぬぞ。いけデミちゃん。死ぬよ。絶対死ぬよ。死なないよ。引き返すし、もう僕は。ひよってんだ。ひよってんだ。ちゃんと持って帰ることが大事。あ、しかもラウンドこれ3分の1だからね。まだ多分あるからね。あー、なるほど。そうなんだ。でも私もう一回触れそうな気がするんだよ。落としなよ。落としよ。落とさない、落とさない。落としよ。選ぶの間違えるわ。落とせよ。落とさねえよ。せっかく拾ったんだから。ユミどうすんだい。自力で帰らねえかんしな、僕は。お、興味。おい、なるね。潜るね。ま、絶対帰れないって。みんな死んじゃうよ。いやそうだよな。そうそうそう。ひよるのよくないよ。まだ潜れ。じゃあまだ行くんだ。そうだよ。3拾っていくんだな。3拾ったら6出さないといけなくなるぞ。バーカ。はい、何も進めない。バーカ。落としてよ。落として帰るよ。やばいやばい。メイベイさん。じゃあ帰るわ。レイさん、レイさん潜れよ。ヨルミさんだけ置いて帰りましょう。助けて。バーカ。拾おうか。マジかよ。帰れたらでかいですけどね。デビさんもそれ帰れないんじゃない。帰れないんじゃない。7以上出さないといけない。毎回6と6出せば別に余裕だろ。悪魔だから引き寄せられる。うー、僕でもこんなに大変なのに。落とせよ。落とせよ。落とさねえよ。やばい。何のためにひよったと思ってる。やばいやばい。やばい。帰れ帰れ。死ぬ。ダブルロクラセイ。ああ。やばい。進めない。もうクズになっとるよ。進めない。落とさなくていいの。落とさなくて。お前やめろって。どうすんだよ。やばいやばい。なし。これ誰も帰れない。ダブルロック、おい、なんだよ。バーカ。確率で言ったら一緒なのにな。落とせ落とせ、もう帰れない。落とせ落とせ落とせ、空気あと3だもん。落とせ落とせ、確かに落とすか。空気ってなんでこんな減ってんだ。なんだよ。潜ってる人が多ければ多いほど減っていくんじゃなかったかな。早く、じゃあ帰れお前ら、何してんだよ。あ、やばいぞ。やばいぞ。まだ帰れる。僕だけ帰ろうと思ったのに。あれ？あれじゃあ持ちすぎだよ。やばい。やばい。荷物落とさない。前に進めない。帰らんでいいんだ。死んだ。あ、死んだ。死んだ。死んだら海底に溜まるんですね。うわ、すげえ。あそこまでみんなでさ、クールミルクールミルクしようよ。これさ、あそこまでいけるか。わかったんだけど、多分だけど拾ったら、拾ったら空気減る量増えるよ。あ、そうなんだ。あ、そういうこと。多分そういうことだと思う。じゃあ最初とか拾わなくていいかな。拾わないで行って帰りに拾うのがいいんじゃないか、これ。うん、うん、これ宝を拾うとどんどん空気が減っていく。だからみんなでちょっと一回協力しよう。オッケーオッケー、協力するよ。これ拾わずに一番下まで行ってみんなで帰ってこよう。一番拾ってたのベビちゃんだけど。強烈だったからな。うわいやいやいや、本当だよ。そうだな、全然進めないな。2,3 何もしない、うん、はいはいはい。え、何色から拾う、ね、ね、うえー、海底まで行って前のやつを下に潜る、行こうよ。大変だよ、あそこまで行くの。みんなで潜れば大丈夫だよ。でも全員が拾った場合さ、16も減るんですけど大丈夫。帰れなくね。なんで拾ってるの。拾ってる。え、お前さ、ありえない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 。ほんとだよ。本当ですよね。足並み揃えたし、ほんとに、拾っちゃった。
ごめんね。間違えてね。じゃないよ。間違ったな。間違えて拾っちゃったよね。間違った。そうそう、連絡があるから、ごめんね。松井さんも、僕その時の色が欲しい。あ、なるほどね。けどマジシャンはこれ毎日ミスってます。分かってないですこのゲーム。いや、なんかもうコツ掴んでる。違うよ。言ったら進んでる時に持ってるのはマジで良くないだって、そうと言うじゃん。教祖様が追い返し、拾うべきだよこれは。怒りです。あーもう分かってないな。すごいすごい怒って、すごい怒って、何拾ってんねん。お前を倒すからだよ。へへへ、参加するなっちまう。ちゃっかりよ。おい、やめろよ、ほんとに。え、あっ、バカ。おお、勇者。バカなんか、お前は。勇者だね。いや、向こうでみんなに貯めようっていう、あれ、作戦だよ。ヨルミが石で拾いすぎだって。全員また顔を変えれないって。空気が、空気が。さあ、待ってと。おい、死ぬんだぞ、子供のこと。マツかい。これ全体でいくつ減るんだ。死ぬんだからね。さてと、来たね。さらに潜って、えらんね。ちゃんと潜るんですね。うん、シャリンだけ取り残されてない。シャリンだけ取り残されてるよ。僕いいんです、そんな冒険しなくたって。3を拾って帰るんで僕は。あ、そう、もう帰る。あ、でもそういうこと言うからさ、言うこと言ったらさ、今からあれだよ、あの奥までたどり着いて全部拾って、空気めちゃくちゃ減らすわ。あー、いや、もうヨルミさんが吸い尽くすんで終わりですよ。え、そんなことないよ。めっちゃ持ちすぎですね。めっちゃ誰だよ、ちょっとダイソンみたいなこと言うなよ、ほんとに。僕はもう帰り地道に拾うんだ。拾うなよ。いやー、6もやっちゃった。やめろよ。もう帰れ。それはやりすぎる。やりすぎる。やりすぎる。誰だ、帰っても誰だ、見ないって。よろし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 。マジだよ。お前潜れ潜れ。デビ様だけ置いて帰るぞ。潜るわけないだろ。なんでだよ、潜れよ。そんな行くなって前に。そうだよ。お前マジでやめろ、そういうことばっかしたらよくないよ。やめろ、拾わなかったから。拾わなかったから。デビ様、デビ様、何か何も拾わずに帰るんですか。助けて。俺からめっちゃねえのかよ。そうだよ、おいかれてよ。たまねえよ。拾ってんじゃねえよ。お前やってよ。なんだよ、捨てて帰るよ。何やねえから、バカ。捨てろよ、それ。お前は言ってる。お前そんなことねえよ。デビさんが一番持ってるじゃないですか。何も進めてねえって言うの。僕は浅い線にいるから大丈夫なんです。やめろよ、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 落とせよ。いや、もうマッチちゃんが落とせ。そんなことしないよ。お前進んでんじゃねえ、進んでんじゃねえ。何もしなーい。帰るぞ、絶対帰るぞ。これでデビ様死んだな。1出し、1出し、1出せ。お、1、何出してんだよ、待ってよ。どうだよ。ここは暗いよ。ここは暗くて誰もいないよ。誰かいる、誰かいる。絶対帰れないですよ、デビ様。大丈夫、暗いよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。とっても暗いよ。暗くない、暗くない。助けて。大丈夫、大丈夫。しか引き返すことしかできない。はい、無理。いや、お前ら覚えてるよ。お前ら全員殺しちゃう。全員殺すからな。もう帰れない。お前ら、こっから1しか出ねえから。ええ、そんなことないですね。松川さんもいるから僕はもう前に。あ、やばい。はい、進めます。落とすよ、落とす、落とすしかねえ。落としだ、落としだ、落としだ。帰る、帰る、帰る、帰る。落としだ。絶対に帰る。私の番です。あ、やばい、よし、やばい。ヨルミで、ヨルミ、みんなに引き返す。ヨルミで、強力だな。ヨルミで切れるって。やだ、やだ、やだ、やだ。次何があったって絶対に帰れないって。そう、帰れないもん。やばい、やばい。
やでもこいつが6と6出したらこいつだけ帰る。出すな、出すなよ、出すなよ、いけ6、出せるわけねえよ。やったー、やったー、ナイスナイス、うまい。落とせ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 、あー、くっそ。あ、デビさんいけるんじゃない、ワンちゃん。いや、6と6出せば、6と6出せば。あー、惜しかった惜しかった、惜しかった、助けて。強欲がすぎるってひどい。誰も帰れないじゃないですか、もう 3ラウンド目なんで。計画性って知ってる、本当にやめろ。違う、お前は分かってない。これお前だってすげえ潜ってただろう。分かってない、誰も分かってない。これは一番分かってないのは一番お前だよ。ほらほら、一番潜ってたやつが何言ってんだ。いや、分かってるし、下に溜まってんじゃん。そうだよ、大体そうだよ。そこまで行けねえっつってんだ。いや、拾ったら拾った分道が短くなるよ。道は開かれる。でももうこれ最後だぞ。このためだよ、すべてを落とすなよ。にしか見えてねえじゃねえか。パスな、ダイスの運は知らねえよ、こっちとらよ。ちゃんと潜れよ。潜りた、潜ってんじゃねえかよ。こうやって潜るんだよ。めっちゃ潜ってる。拾うから僕はもう。やめろって。もう帰るからな、僕は絶対に帰るから。潜ります。ほら。ないよ。いや、そんなことないよ。え、拾うなんて。デビさんの2倍だから。いや、マジで拾ったわ。拾うなよ。いや、偉い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 。はい、どうぞどうぞ。せーの、はい。じゃあ4か。まあでもお前らがそこにいることで僕3以上出したらもうポポポンだから。いや、そんなことない。でも協調するからね。浅瀬で遊んでるやつが何言ってんの。協調するんだから拾わないよ。まずデイさん砂浜でしょ。よしそこ砂浜なんだ。浅瀬でパチャパチャしてんの。全員拾って帰るぞ。もうじゃあ一番下に行くんだって何言ってるの。何のための回転だ。帰れねえっつってんだろ。そこまで行ったら誰も帰れねえんだよ。そうだよ、羽使えねえんだぞ、海の世界では。こんなさ、ただこんな浅瀬で遊ぶ何が楽しいんだよ。回転飛んでますの。回転死んだら苦しいだろ。おい、なんでもう帰れるぞ。え、はぁ、ふざけんなよ。やばいだろ。もう帰るのやばいよ。もう逃げる、もう逃げるからな、僕は。逃げちゃめ。こんなとこいられねえんだ、ずっと殺されてんだ、こっちは。お前たちに殺されてんだ、僕ずっと帰りたいのに。拾います。拾うなよ。拾うなよ。拾ってくれ。拾ってくれ。本当に言ってんじゃん。いや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 、もう諦めろよ、ほんと。もう今日さ、どうせ KO も食って帰れねえから帰るぞ。一緒、お前拾うなって。お前らマジかよ。いいぞ、帰るぞ。お前らのこと誰も信じらんねえわ、マジで。いや、ちょっと欲しくなっちゃって、目の前の石綺麗だったから。あ、レンジャーナイス。あ、ナイス。拾うの。ほどいてねえじゃねえか。あ、本当だよ。行くなら行けよ。行けよ。行けよ。ハイキー触ったもん。おい、ギリギリだぞ、僕でも。そんなことないしね、ほんと。もうこれ、嘘だろ。バイバーイ。バイバーイ。落ちるで。包めない。はい、さよなら。包めない。はい、拾います。強欲だな。はいはいはい、進みます。おい、進んだよ。はい、よかった。え、待って、あのさ、お前、その豆じゃ絶対勝てないよ、僕たち。俺、引き返すなって。勝負知らねえのかよ。なんか知らねえんだから。落とせ、落とせ、落とせ、落とせ。落とせねえ。落とさないと無理だよ。なんでだよ。姉ちゃん、どうすんの。いやー、帰るよ。戻れよ。姉ちゃん、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 目の前じゃねえかよ。まだ見ただけだ。触れてない、触れてないよ。目の前にガーッとあったよ。ナイス、降ります。はい、ナイ
もいけないパンがもう進めた拾いすぎ、はい、落とそう落とそう落とした方がいいんじゃない、これ重すぎなんじゃない、そんなことないけどね、帰れないよ、バカどもめの前、バカども目の前たち、私に勝てる、勝てないよそれ、拾うの、拾うじゃん、拾わない方がいいよバーカ拾ってるのもどうかね、拾う、こっちからもう乗れないでしょ、どうせさん、いやもう無理だね、よいお、なんか、なんか進んで、進んでない、よしよしよし、あー拾うなよ、ほんとに、何やってんの、私のライスだぞ、いや、こうやってポジションを変えられなくしてる、引き返しまーす、引き返すライスするよ、はい、誰か酸素を壊せ、酸素吸うぞ、え、なんて、酸素残ったやつ全部吸うぞ、僕一番最初に拾って帰ったやつがなんか言っとんの、本当だよ何言ってるか分かんない、そこの聞こえないけど何言ってんの、帰んってくんなよ何もしないと、今からマオちゃんいちいち出るからね、マジで帰れるよ、頭いいからね、すべて計算づくなんだ、頭がいい、やばい序盤なんであんな強欲だったんだえ、だってやってみないとわかんないじゃん向こう水すぎるだろう、ねえ、全員君たちのせいで死んだんだ、テミ様大丈夫、はい、いいよ、うん、悲しいね、私たち一緒だよ、でもどうやって戻るの、誰かはボタンしてないんだよ、誰だ、ほんと誰かは見つかってようだ、次何する、めっちゃおもろい、ちなみにちなみにめっちゃおもろい確かに月面探索も同じようなルールでしたね、じゃあ月面探索やめようぜ、やめんやめんの、だって同じルールだから、あそか月の方が同じようなね、じゃあエセ芸術クイクイッと泊まりだけ、いいよ、じゃあ遊び方見ましょう、わ何これ、なんか人狼みたいな感じで、
お題が渡されるんだけど一人だけ知らないみたいな感じだったと思うんですね。みんなで一つの絵を描きます。キャンバスに一筆ずつ交代で描いていくのですが、これコントローラーで描くの？そうだよそこは頑張る。あ、じゃあ一人だけ知らない人がいるんだ。そうなんですよ。でもこれ重要なのは、うん、みんなで一つの絵を描いていくっていうのが大事。一筆ずつしか描けないらしいよ。そうそう、だから猫描くんだったら耳自分を描くぞって思いながら耳を描くみたいな、うん、あ、なるほどね。そうそうそう、ルールは簡単やな。うん、じゃあ行くか。やってみよう。ゴー、うん、一筆書きの一書き書き一書き書き一筆書き一筆書き書きかな。うん、どうしよう。投票すんだ。え、どうしよう。僕投票したよ。私も投票したよ。なんやねん、なんや。お題、食べ物。あ、僕からだ、僕からだ。私も食べ物だよ。え、真似すんなよ。真似すんなよ。今考えてること、食べ物のことしか考えてないから。いや、お前やな。それいつものことじゃん。お任せ。あ、お任せなんてあったの？うん。で、今誰かしら一人がお題を知らないんだよね。はい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 。いちゃダメだよ。さあ、あ、デビちゃんから。デビ様の色か。お、紫デビ様じゃん。ああ、ほい。おお、なるほどね。信憑性あるんじゃないですか。え、これよくまっすぐ描けたね。どうしようかな。あー、いや、お前怪しいよ、それ。お前怪しいよ、それ。いや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 、いるだろう。あ、これバレちゃいけないんでしょ。バレちゃいけないよ。だって、エセ芸術家がバレたら合わせられちゃうから。あ、間違った。あー、はい、お前待って、間違ったって言うのは本当はどうしようとしてたんかな。じゃあ、ちなみに聞かせて、本当はどうしようとしてたの？え、それ言っちゃダメじゃない？私、それやろうとしてたのに。やめてよ。なんで、あこれまだ、これまだ2ターンかける。あ、続くの？2ターンあるんだ。2ターンやな。もう分かっちゃってるじゃん、絶対。お前それやりすぎじゃない？そうだよ。いや、そんなことない。次だよ。そんなことない、そんなことない。これじゃあまだ分かんないはず。やばいやばい、下手すぎて。これなんだ？これ何？何を書こうとしたんだ？続き書いた。うんうん、え、私も続きは書きたいのに。いや、これはもう、SE 芸術が気づいてるよ。いや、でもこれ、ヨルミさん、怪しくない？マジシャンが、マジシャンが。いや、そんなことない。私、ストローの先っちょ書こうとしたのに。でも、それデビ様の。いや、にしても変じゃない？にしたら変だよ。なんで？でも、もうむずくね？もうむずくね？もうそれもうボン書いちゃったよいや、わからん、マジシャンかと思ったけど、もしかしたら。いや、これはヨルミさんじゃないの？いや、そんなこと違うよ。ん、あそこにそれ書き足したりするかな？するでしょおい、ちょ、今の言い方怪しいな松貝さん、寡黙だな、大丈夫か？いや、ちょっと、松貝説みんな怪しいやっぱり待って待って待って、デビちゃん、紫のこれ何？横の2回目に書いたやつ。これジュース書いた。そう、ジュースで、なんかあのポテトじゃん、ね、ポテトって分かんないようにした。あ、うん、私もう、あのデビ様とマオちゃん書いたやつでもうジュースだと思ってストロー書いたんだよね。でもこれ、でもストローじゃないって、ストローないんだって。これ回答で完全に分かる感じね。あ、言っちゃった、言っちゃった、あ、言っちゃった。ここにあるやつ教えてもらわんとポックできないな言っちゃったよ。マネちゃん、今の聞かなかったふりして考えて。そうだよ。分かった、じゃあガムに入れるわガムではないじゃんじゃあガムに入れとくね。ガムか、うん、ガムか、全然違うけど、うん、でも分かってた、あれ飲み物だと思ってた。ガムじゃねえじゃねえか、飲み物だと思ってた
え、ヨルミにはなんて出てたの？わっかめって出てたんだ。 え、違う、私何も出てないんだよ、ハテナだから。そうなんだ。そうそう、全く分かんなくて。もう一回やろうか。ヨルミの勝ちと、もう一回やろうや。もう一回やろうや。ポテトじゃねえだろ、あれは。ポテトだよ。ポテトだよ。分からんようにすんの、むずいな。いや、なんか変わったテーマが。ね、書きやすいのがいいよね。観光名所ってあるんだけど、観光名所にするべきだな、これ。いや、人手書きじゃ難しいじゃん。きたー、観光名所。その観光名所を知らんこととかないか、大丈夫か。それは調べて。うわ、それは調べてほしい。ちょっと待って、ちょっと待って。それは調べていいことだ。調べていい、調べよう、調べよう。え、いや、ダメだろ、調べちゃダメだろ。なんでだよ、それは調べていいだろ。なんか雰囲気でわかんじゃないの。いや、聞いたこともね。いやいや、そんなこれ知らないことある。そうだもん。お前さ、めちゃくちゃ書きやすいし。じゃあ、書いてよ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 。はい、はい、どうぞ。だから、いやいや、もうお前さ、何これさ、だってさ、どんなこと言って、お前がうまい、エセ芸術か。え、どういうこと。お前が、いや、怪しいな。怪しいぞ。今のそこ間違いです。いや、お前やさ、何やってんの。いや、ちょっとあの勝たせる気ある。上の方書こうかなと思って、あの書こうと思ったら範囲外出たらもうダメらしい。え、あー、触ったらダメなんだ。範囲外出たら終わりらしい。えー、6つ凝縮なすぎるだろ。お前ら3人衛星だろ。いや、お前はもう何なんだよ、それ。お前怪しいんだよ、ほんとに。状況考えたらわかるだろう。いやいやいや、いや、お前おかしいだろ。いや、おかしくない。お前おかしい。違う、これ書いてるやつはおかしい。なんでだよ。書いてるやつはおかしい。僕めっちゃ書いたけどね。いや、これおかしい。観光名所だ。あぁ、何が書きたいんだよ。いや、これで、これ観光名所、これで1個にして、私の。いや、これ、はい、絶対、絶対探偵だと思う。なんで。確かに。だってさ、最初の土台さ、誰でも書けるじゃん、知らなくて。いや、でもなかったら書けないだろうが。でもね、僕、デビちゃんもね、何書いてるかわかんないんだよね。いや、僕は、わかんないんだよね。ここ、なんていうか、いろんな、2つ目を書いてるから結構信憑性高い気がするよ。いや、僕はガタガタしてるの表現したかった。あー、なるほどね。なるほどね。あー、じゃあ夜え、マジじゃん。言うて松海さんも一目で間違えてるから。いや、そんなことないよ、そんなことないよ。待って待って、これ探偵だ、間違え、絶対探偵だって間違えてるわけねえじゃん。探偵だよ、聞いてほしい。探偵に票入れてって。いや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 、もっと怪しいやついたでしょ。え、間違えた、間違えた、僕間違えて、間違えたんでしたっけ。絶対探偵だ。あれ、僕投票できてない。そうだよ、バカあやさーい。だってさ、だってさ、これはさ、あれだもん。え、でも結構さ、この最初の一発目のやつさ、いや、マジでむずいぞ、なんだこれ。いや、あれはだって誰でも書けんだよ。え、でもこれ結構特徴的じゃない、この地面。いや、そんなことないよ、富士山だって。いや、あれ、そうだよ、そうだよ。富士山ではないのな。あー、赤。あー、早く当てろって、お前。早く当てろ。なんだろう、どうだよ、早く当てろ。何があるんだ。早く当てろって、バーカ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 。うるせえ、集中してんだろ。ブルブルブル。え、デビ、デビ一番のバカは松海です。これ、松海が私に入れてる時点で終わりです。私が書こうとしたことを分かっていない。書こうとしたエアーズロックか。あれは雲だよ、雲。いや、わからん。グランドキャニオンだろ、これは。四角すぎだろ。雲だよ、雲。でも今回言われてほしい、負けたのは絶対マジシャンのせいだよ。そうだね、ヨルミが何回も。あれはダメ、ミスるのは。え、だって岩変えたらバレるかなと思ったから、私空の雲とか太陽書こうかなって。バレないでしょ。でも、まあ、岩しかないからな、エアーズロック。そう、岩しかないから。岩だから。だから、みんなで
あの一筆ずつ書いていくしかなかったね。なるほどね。だって岩ど真ん中に書いた人いるけどね。だってこれしか思いつかなかったんだもん。ちょ、もう一回やる？もう一回やろう。もう一回やろう。いいよ。だってマジシャン一個も書いてないからまだ分かってる。書いてるよ。雲書いてるじゃん。バーカ本当に。雲じゃねえよあんなの。観光案内してるのがバカなんだよ。ごまかしてるよしか思わないけど。お前のもダンボールだよそのでも青いやつ。まあ、観光名所ってさ場所だからどこでも雲あるんだよ。だからなんか前やったグランドキャニオン知らないのかって思うわ。前やった時はあの石切り使う雲書いてて。そうなんだ。じゃあもう一回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 やろう。もう一回やろうこれ。よし。デデデンペッペー。おやこれだな。また観光名所あるじゃん。あしお任せにするわ。あしお任せで。身につける。はい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 、はい、ポケット。缶バッチ。え？え？身につけるもの。なるほど。はいはいはい。ほいほい。スマホカバー。これ大事だろ。これは。ちょっとバレないようにやるっていうのが難しいな。そうですね。だから一筆目、ね、デビさん。一筆目大事だよ。ね、大事だよ。お願いします。これバレない。さっきの論法で言ったら横線引いたらダメですからね。バレないよ。ちょっと待って待って、これバレないようにってめっちゃ難しくない？いや、これむずいね。むずいね。バレないようにですよ。え、これあのさ、逆にむずいこれ。これ頑張ってやるからここから分かるでしょ？え？え、これマジで。マジで。一番重要な部分これ。これ一番重要な、なになになにこれ。ああなるほどね。はい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 。でもこれ、はいはいはい、全部書き終わるか。書き終わる。書き終わるよ。どう続けよう。どう続けよう。嘘でしょ。これでもう理解できてるよ。それで決定的なの書かないようにしなきゃいけないですからね。そう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 。そうだね。いや違う、僕がしたかったのはこんなことじゃない。あれ違うんすか。あ違うんだ。でもいいかもこれさ。違うんだ。分かってるやつにしか分かんないかもねこれ。うん、あうん、そうだね。確かにね、まだ決定的なところはね。今僕が誰を一番怪しいかって思ってるかっていうとマジシャン。マジシャンかな。じゃあマジちゃんちょっとさ、一回ちょっとかなり強めなやつ書いてみてよ、うん、あ、いいの？バレないようにね、バレないように。え、いいよ。え、いいの？いいよ。怪しくない？怪しいな、マジちゃん。怪しくない？マジちゃん怪しいな、怪しいな。いやでもね、僕シェリーも怪しいと思うんだよね。なんか続きしか書いてないから。いやいや、あの、いやいや、判定はかなりあそこ行けたのはすごい。え、ほんと？え、なんで？私あそこの丸いとこ行けてるのすごいと思うけどね。そうそうそう、青色すごくない？続きしか書きようがない。そう、すごき、いつも続きしか書いてない。じゃあ、じゃあ、もうじゃあ、これ絵で表さなきゃいけないんでしょ、うん、最終的に。これ最後？これ最後？最後。ただバレないようにだよ、一緒に。だって最終的にバレたらいけないから。え、どうしよう。じゃあ分から。線とか入れたら。なんだそれ。サイズが。誰だろう。ちょっと真央ちゃんもちょっと生きたんじゃないかなって思うけどね。それ決定的なのって言い出したのデビさんだったりするんだよな。そうだよ。決定的なのは、でも決定的なのは書きすぎたらバレるんだけども。いやでも僕これ足デビちゃんで入れちゃった。いやこれはマジシャンだな。いやそんなことないね。いやでもね、だって今聞いてほしいのは探偵が僕のこと言っていきなりマジシャン、いやデビちゃんからだから。分かってるお前たち。いやでもちょっとデビちゃんがな、書いてるとこ少なかった。うん、少ない。お前らまだやってる。うっ、ほら言ったじゃん。探偵が書いてない。怪しくないって言うから。いやだってさ、あれは指って思えるのよ。ってかこれ別にもう勝敗は僕が勝ちなんだよね。もう勝ちはいけたからさ。なんだろう、分かってくれると思ったんだけどな。いや違う、僕はそもそもそれを書きたかったんじゃなかったんだもん。
あ、そうなの？そうなの？そうだよ、僕は中心部をさ、やりたかった、中心部。何中心部って？なんだよ、決定的ではないんだもんな。一番大事なとこじゃん。あー、分かった分かった、あのついてるところね。そうそうそう、もうこれでも、でも分かんないじゃん、それ。いや、いや、そっから行けたらこうさ、なんていうの、俺だ。あー、バレた、はいはい、バレたか。いや、ヨルミはね、あの、くるって曲がるとこ書いてたからさ。そう、そう、多分指が描きたいんだろうなと思って。そう、だから、あーしって思ったんだよね。うわー、いや、僕はくそ、自分を信じる。うわー、うわー、あ、負けですね。いや、僕はもっと分かりやすい一手をしていれば。いや、でもね、このまっすぐの線はね、ちょっと怪しいよ。だって誰でも描けちゃうから。確かに。いや、でもそうなると一人目はね、結構むずいね。むずいね。1000以外書かなきゃいけないのかな。めっちゃおもろいな、このゲーム。待って、今のとこ全部おもろい。もう一回やる？どうしよう。でもまだね、多分全部はやりきらんから、どうせ。うん、多分全部は無理だね。でもね、あのね、あと4種類ぐらいあるから、他のやってもいいよ、どっちでも。他の何、どんなのがあるんだっけ。スタートアップス、わかんないな。スタートアップス、遊び方、スタートアップス、月面探索。そうや、月面探索は1個やったし。この顔どの顔ってなんだろう。やってみる。最近中追加されたやつかな。あ、でも短いし、やってみるか。一番短いよ、これが。じゃあやってみよう。ちょっと、ちょっと待って。やばなんか Wi-Fi 落ちてるから、ちょっと待って。あー、いやいや、待ってよ。ゴミ返せ。この顔どの顔。うん、オッケー。はい、来た来た来た。一応遊び方を見るか。あ、これよ、めっちゃおもろかった。やった、これ。一人が様々な形のパーツを使ってお題カードに書かれたセリフの顔を作り、他の人に当ててもらうことを目指します。顔を作る人は制限時間内にお題のセリフに合わせた顔を作ります。他の人はどんなお題を作ってるのか当てます。これめっちゃおもろかったよ。当ててもらった人も当てた人も得点がもらえますよ、つってやってみるか。よしこーい、はい、ゴー。分かってもらうっていうポテンシャルできないな、うん、しかも結構、なんていうの、決まったそのパーツで作るから面白い。はい、まあちゃんが作らせていただきます。感性信じてますよ。あー、信じてるけど。え、もう答えていい？この中からどれかを作るのね。あ、みんなにも見えてんの、お題。あ、いや、お題全部なんかね、6個ぐらいある。あ、そう、多分この中にお前が作ってる本物のやつが1個だけ混ざってんだと思う。うん、なんで、松川さん。はいはい、余裕です。こういう感情表現は得意なんだよね。あ、これさ、1回選んだら確か変えれなかった気がするから。うぇ、置き直せない。あ、違う違う、あの、こっちの話選ぶ側。あ、はいはいはい、はい、あ、これどっちだ。あどっちかだな、多分。まだまだまだ3つぐらいあるだろう、可能性。私2個しかないかも。決定的なの一つ。いや、いや、どっちだ。いや、まだここから分かんないぞ。どっちだ。え、ちょっと待って。どっちだ。え、待って、これはちょっと、いや、分かんないよ、まだ。これ早く当てた人がいいのか。はいはい、どっちだ。うまい、どっちだ。いや、さっきから情報が一つも更新されてない。一つ目からずっと変わってない。あれ、どれだ。え、どこと。いや、お前はマジで、ずっとその顔だろうなと思ってた。マジで、うん、丁寧に作ってほしい。雑に作らないでほしい。あ、あと15秒しかないぞ。丁寧に作ってくれ。これか。いやー、わっ、これだな。いや、はい、そっちかも。え、もうこれ完璧です。これでわかんねえやつはバカです。いや、お前ふざけんなよ。これ可能性あるからな。そうだよ、ふざけんな。あ、ちょっと怪しいよ。どっちだ。もうどっちかなんだよね。ちょっともう見えてんだ。僕はわかってる。どっちか。おーい、デビちゃん最強。いや、これ諦めてる感が。なんかね、まおちゃんがね、まおちゃんが一回悩んだから、眠いってそんなに悩むかなって思ってた。あー、なるほどね。一瞬、うんってなったけどね。はい、デビちゃんだけ頭がいいです。でも眉毛が苦しそうな諦めを表現してるね。そう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 、でしょ。いや、わかりやすかったって。
いやこれじゃ分からんってどっちか。ちょっともうちょっと頑張ってほしかったですね。3分の2間違えられてんだぞ。そうだよ。今さらだけどさ、お前ら全員動物で僕だけ人間なんだよな。アイコンなんでだよ。動物であれ。アイコンね。めっちゃ適当に選んだんだよね。適当に。代理でしょ。代理でもなんでもなくめちゃくちゃ適当に選んだ結果だよ。次デビー様が作る。そうだよ。待てよ。あれこれないの。白。え見えない。何それ。ヨルミさん。待って私ヨルミさんがあこれ確かこれでこうなる。え裏返ってるんだよね。真っ白。え裏返ってる。何か表してるのか。え待って。え全く分からん。ちょっと待って、ハロウィンのかぼちゃじゃないよ。わでもどっちかだな。これかこれかだ。いや待って髪の毛変えてない。いやこれはこれはなこの外側に設置してこれ設置できてんのか見えてる。これなんだそれ。見えてる見えてる。どこまで見えてる。え結構見えてる。全部見えてる。あの、ね、置いてるとこも全部見えてるよ。操作してる側。あじゃあもうこれかな。これここまで行っても見える。あ、見えてる見えてる。 見えてる。周りに置いてるものも全部見えてる。あ、ほんと、うん、見えてる見えてる。あ、こうだ。それ、ボールを変えてる。え？いや、これはね、きっとこれを表現してる。なんか記号なんだろうけど。あ、間に合わない。どういう意味だろう。わ、いい、間に合わなかったし。この周りのは、これを表現してるね。え、お前ら、マジか。え？お前らマジか。動揺してるじゃん。震えてるわ。わからんわからん。震えてるし。と思った。なわけねえだろ。動揺してるのかと思った。なんかバカにしてんだよ。バカにしてんだと思った。わかりにくすぎだよ。もっと大きく作ってよ。ちょ待って。あのさ、コメント見たらみんな寒いって言ってて、お前らだけ。違うよ、みんな風邪ひいてんだよ、コメント。そうだよ。なわけねえだろ。マジで寒いな。みんな大丈夫？ほんとだよ。あ、シェリンか。おう。これは期待できるな。任せとけ。きっとわかりやすい。うわ、絶対右から2番目を押して。確かに。あ、右1番。ポーズだって。えぇー。やったやった。絶対1番目右から2番目だって。お前、マジでばっかりやるよ。マジでやりますよ。え、違うな。やり直して。こうか。あれこっちでもないな。はぁ、選べよ早く。時間ねえんだよ。分かりやすいようにしろ。はぁ、なんだこの顔。いや、どっち。なにこれ。どっちだ。いや、3つの可能性あるぞ。あー、これか。いや、やっぱりこれだって、これが。でもさ、伝わってくれ、うん。え、何これ。いや、これなんだよ、お前。いや、わかんねえよ。わかんないよ。いや、絶対これだって。持たせられる情報は結構出してる。もうこれだって。もうこんな顔してたもん。いや、でも、もうでもね、確かにそれかもしれん。ねえ、ねえ、ねえ、なんかこれっぽい感じの顔してるよね。いや、あと何を書きゃいいんだろう。いや、でもこっちの可能性も。これじゃあまだね。可能性もあるんだよ。邪魔。あ、置き直せねえ。いや、これもある。それなんなんだよ。いや、でも、私はこれを信じたくなってきた。これは伝わるでしょ。これやな。やっぱみんなそうなんじゃん。どうだ、なんでだ。これじゃないの。絶対これでしょ。ああ、ギャグ忘れてんだろ、この顔は。もういいよ、もういいよ。この顔はぶん殴られた時の顔だろ。そうだよ。いや、僕も確かに財布忘れたかもって思ったけど、なんか横にさ、ピョロンってついたから、これ電撃を表す。そう、私も電撃を表すの途中。だったらもっといいの作るよ、僕だったら。はぁー。あー、ちょっと分かせなし。でも僕だけ0点か。ヨルミさんか。
ここだけ任せろ。ここで勝ち切るぞ。でも絵心あるからね。待って、お題次第だよ。あなるほどね、いやこれはまさかこんなことになるとは作ってほしいな。確かに。なるほど。結構作るの難しそうだね。これ一番難しいな。全部難しそう。え星だな。なんだこれ。同じ目玉の大きさってないの？おい、多分対象あるはずよ。探せば多分あったはず。あーなるほど。これ白いよね、これ。あーなるほどね。ってことは横を見てるんだ。まだまだ足りない、頼むよ。なんだ、もっともっともっと。これまだ足りない。回転の、あ、裏返す、これか。そうそう、それで裏返せる。あ、これで回転か。やがと50秒だよ。おー、あー、もう僕わかったね。はしゃいじゃないな。いやでも可能性も今3個ぐらいあるんだよ。なんだそれは。え、なにそれ。待って、違う、変わってきた。あーなるほどね、うまい。目力で伝えようとしてる。これはなんだろう。これはこれ。うん、せやね、これはこれやね。あーそれな、わかるよわかるよ、マイシャ。あーうまっ。え、ちょんぶりってやつな。でも一緒にしても勝てねえからな。確かに。確かに。あ、でもちょっと間に合わないかも。でも一応なんか違うの選ぼう。なんだ、確かにそれもあるよ。あ、でもそれもありえる。そっちかもしれない、うん、お前の方かも。え、どうだ。いや、これ結構似てるだな。バーガーだな。嘘だ。え、なんで嘘でしょ。誰も違うの。嘘だろ。嘘だろ。そうじゃん、もっと厳しい顔しろよ。嘘だろ。何やそんな。受け止めるなよ、現実を。すぐ殺されるやつか。狙われてるやつ。狙われてるみたいな。狙われてる。狙われてる。驚けよ。そうだよ。いや、狙われてるやつ。あらや。怖いんだよ、怖いの。だから、もっとさ、怒れよ。狙われたら。これ面白いのがお題が結構どっちでも読み取れるっていうのがあるんだよ。おもろい。おもろいな、これ。いいな。面白いな。どうする？どうする？もう一回やってもいいし、まあ今日。でもこの顔どの顔をもう一回ちょっとやってみたい気持ちもあるけど。確かにね。ルール分かったから。もう一回ね、改めてやってみよう。まだ二回目から面白いからな、これ。オッケーオッケー。もう理解したからね。完璧な。お、シェリンだ。はいはいはい、ゴリラね。信用なんねえからな、全員。全員わかんねえんだよな。今んとこ全員わかんなかったから。いや、でもさ、文章長いとちょっと情報量が多すぎて困るね。でも、お前だってこのゲーム重要なのは、ちゃんとこの下のやつで、なんていうの、かぶんないやつを作り出すことだ。あー、確かに。勘違いされないよ。さあ、それはなんだ言っては。え、なにそれ。あ私これ押したくなっちゃう。これじゃない。なんだろ。でもいや、これだって探偵が言いそうなことが書いてる。書いてるな。いや、まだ。でも僕も今もうこれってしたいんだけど。でもね、でも全然これだ。待って、一緒だった。デビ様と待った。だよな。あ、同時だったね。どうなってんだろう。多分そうだよね。いや、最後まで見てからにする。いや、まだ可能性あるで、これ可能性ある。なんかね、すげー生きながらこれを言う可能性もある。確かに。なんかもういいや、こんなのみたいな感じのさ。そうそうそう、もうこれはもう終わりだよみたいな。そう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 。いや、もうこんなもんかな。あ、完成ってあるじゃん。おい、そんなあったのか。考えてる人いるけど。そうだよ。まだ先生考えてる人がいます。締め切ったら終わりなんだ。さあどうだ。え、まあ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 、やったー。ねえ、デビさん、それですよね。もう早いよ、締め切り。考えてたのに。いや、これはうまいな、やるな。当ててもらった方がいいから。損したな、締め切って。そうだ。
これでやりやすかった。いいね。え、デビ様が一番入るんだ。え、多分ね、なんか同時だったけどデビさんがちょっと若干早かったんだよ。早くて、うん、あと1人しかいないと4点になるはず。あー、なるほど。なるほどね。最初の方が得点いいんだ。被ると最初の方がいいけど、なんか間違えた意味だから。うんうん。難しいよ。次はヨルミさんか。これも難しいお題だぞ。わちょっとどれも長いな。いや、ね、全部長すぎる。ないから難しすぎる。結構感情似てないか。そういう感じで多分選ばれてんだろ、お題が。うん、そうだね。今度も結構調子乗ってるような顔。でも調子乗ってるのめっちゃあるからな。うん。8割方調子乗ってる。微妙な差を表してほしいところだな。まだわからん、まだわからん。ちょっとこの口、いや、これだろ。いや、わかんねえな、どっちだ。ん、これではない、これでもない、これか、いや、これか。いや、これだろ、絶対もう。これか。あ、これ瞳の大きさも大事だな。いや、瞳の大きさで、もう僕はこれ、押しよう。いや、僕これかな。この目をどこに置くかな。どこ？真ん中。いや、まあ、どっちだ。どっちだろう。もう一情報くれ、頼む。え、じゃあ分かった、これで表現すれば。あ、もうこれじゃない。あ、これか。あれだな、多分。いや、うん、違うかも、やばいかも、僕たち。いや、なんかね、場所にね、置けんかったの、なんか。あ、いけるな、これ。いや、これか。いやー、あれ、完成。え、完成？え、時間来てた。うん、来てた。かも。あー、そうかも。いや、どっち、いや、すいませんの可能性もあるんだって、これ。え、熱いじゃないの？いや、熱い。はい、熱いのか。はい、死んでしーん。はい、死んでしーん。緊張で汗流してるんじゃないんだ。絶対ビビってるだろ、これ。いや、この口は熱うの口ですね。熱い。いや、でも全然ビビってねえし、口の感じも。確かにね。確かに。あー、負けた。いや、踊り出たぜ。よっしゃ。あ、僕か。頑張ろう。なんだろうな。みんな当ててくれよ。さて、どれなのかな。難しいな、これ。やばい。うわー、一番右選びてー。いや、でも、もともさ、感情結構違うから、うん、うん、ちゃんと作ってくれたら開けられるよ。いやいや、余裕ですよ。普段どんな顔でこれを、うん、表現してるのか、自分の画面で。よしよし、もう、はい、素早い素早い、分かってるからね。いや、ん？ここ、もうちょっと。おぉ。え？やや、よく。お前、目にこだわりすぎるな。ちゃんと、行けよ。鼻とかも。眉毛、眉毛大事だぞ、これは。うん。いえ？え？どっちだよ。どっちだよ。どっちだよ。眉毛、眉毛、眉毛。眉毛、くってくる。厳しい。あ、いやいや、あ、違う、弱ってる。どっちだよ。どれだろうな。いや、こっちかな。まさかかいじが2個あのずるだろ。こっち行くわ。いや、そっちっぽいんだよな。いや、でもこれはかける、こっち。あ、くそ。遅かった。え、みんなどこにしたんだ。いや、でもこれってどうする、どうする、誰かに狙われてるだって。私もね、どうしようかなって思ってる。でも私がさっきやったから、多分同じの書いてくれそう。当ててほしいから。なるほどね。うん、誰かの可能性もあるじゃん。ちょっとあるけどね。やばいよ、これ。誰かの可能性なるかな。あるかな。誰かの可能性あったよ、これ。いや、ついに目的か？目的が入る！なんか分からんかった。いや、さっきあんだけで驚けって言ってたから驚かせるに決まってるだろ。違う、同じ顔の気がちょっと。今あ
るけどさ、もっとさ怒っちゃうね。焦ってるよちょっと、うん、それ焦るだろ、狙われてたら驚きつつ焦るんだよ。くそー、なんかピンチ感が足りなかった、ね、もっと必死になってほしかったな。必死だけど汗までかいてよ、ほんとに。わ、どうしよう、これちゃんと、いや、私も結構初めてのやつ多いな。私、左行きたいわ、これ見えない行きたいわってなんだよ。選びたいな。順番全員一緒なのかな、カードの。多分一緒だと思う。一緒？え？絶対これでしょ。困惑してるっぽいな、眉毛は。うん。え？え？閉じてる。ね？片方は開いてる。え、開けてる？じゃあこれではないな。私これだ。私もこれだ。え、マジで？うん。いや、閉じてたら。いや、違うな。いや、お前らすぐ決めるな。これは僕ゆっくり選ぼう。なるほどね。でもなんか別にどっちでも絶対これだって。シェリー当てろ、シェリー当てろ、当てろ当てろ、絶対これだって。なんだその、いやそれはわかるだろ、わかるって。バカうるせえわ。その3つで分かんなくなった。なんだ。いやいやいや、絶対分かるって。もう完成。気持ちを、感情込めろ、シェリー。え、なんでこれ分かんない。僕の感情込めてもらう。え、いや、これだって。え、これ。え、これお前らちゃんとそれ。そうじゃない。え、それそれ分かんないんだ。ダメじゃん。いや、左か2番目でしょ、絶対。そう、絶対そう。お前ら、お前ら心がない。いや、そう。車線か。なるほどね。あ、じゃあ黙れ言ったじゃん、最後まで。赤くしてもらうとわからん。帰れねえんだからさ、マジで。いきなりほうれい線出てきたと思った。まあ、いいやからいいか。おもろ。悔しい。悔しいよ。全然わかんねえ。悔しいよ。心がないわ。悔しいね。心がないじゃん。それお前だよ。それお前で一番前の。人の気持ちがわかんないわ。わかんない。あー面白かった、面白かった、面白かった。みんなでボドゲ楽しいね。どうする、またやろう。うんうん、うん、じゃあ今日この辺にしときましょうか。この辺にしときますか。ちょっとあのいつもより騒ぎすぎてのわかる。前半すごかった。でもさ、このゲームってさ、どんどん更新されるんだって。じゃあまたやろうよ。このヤブの中っていうのは新しいやつだから、多分またもしかして、まあ絶対更新されるわけじゃないと思うけど、また更新されるかもしれないから、どんどんできるゲーム増えちゃうかも。え、まあやってないゲームさ3つぐらいあるから、それ含めてまたやろうよ。やろう。あ、面白かった。うん、ね、はな、今日はこの辺で。はい。